そういえば今回の FFL、死体打ちしたチームが2チームあったらしくて、あれだね、死体打ちした試合のポイントがゼロとして対応されたらしい、どうやら。まあ、時代は変わったよ、もう。マジで。前に僕が死体打ちに触れた時も、死体打ちなんか当たり前、されてピキってるやつがおかしいって言ってる人いたけど、すまんが、もう時代は変わった。死体打ちが当たり前って言ってる人はナンセンスだよ。何事も常識が変わってっからさ。もちろんゲームによって違うっていう前提はあるけどね。エイペックスだと割とナンセンスだから僕は、まあ良くないんじゃないのっていう姿勢を相変わらず取ってくよーん。なんか一応背景はちゃんとあったらしいね。前回、先週だかなんだかにも死体打ちがあったらしくて、なんかその時に、その FFL の 運営側から、まあ、参加チームとかに全体に通したのかな、多分全体に対してだと思うけど、まあ、警告みたいなのあったらしい。で、その上で今日も死体打ちあって、まあその試合のポイントがゼロっていうあれになったらしいですね。で、まあ、僕の基本的なスタンスとしては、まあ、死体打ちはクソだよっていう前提のもと、で、なんか仲いい同士のさ、プロレフとか、まあ、そういうのは僕も割と肯定派だね。だから別にこの理内で死体打ちしたとかされたとかは割となんか別にどうでもいいし、多分見てて笑ゲラゲラ笑ってると思う、僕は。その現場を見たら。まあ別に出禁とかは、なんかその辺のなんかバランスは大事だと思うよ。別に、やっちゃいけない行為ですっていうのが周知されて、それ相応の罰則があれば別にそれでいいと思う。過剰すぎるのも別に僕は求めてはないから。僕も過激派ではないからさ。かといって何も罰則がないのはおかしい。と思ってました。